はい、皆さんお疲れ様です、えー、今回はですね、えー、いろいろ最近あったネタをごっちゃ混ぜで、えー、お送りしたいなと思っております。最近私は何やってるかっていうとうん、まあ、春なんで春で自転車やっていうと当然忙しく忙しくなるわけですよ。うんで忙しくなって えーまあ、まあ新車の組み立てとかあのオーバーホールとかがガガガガッとこう入ってきちゃってて今こうてんてこまいっていう状態なんですけども、あのー、その中でですねえっ、ー、とちょっと皆さんにこれ説明しとかないとまずかったかなとか思ってるのが、あのー、最近はもう高級車がみんな d i 2になっちゃって d i 2は私はこれでもう解説したんでいいやとか思ってたんですけどこれ を出した時にはまだその重要性によく気が付いてなかったことがありましてえっとフレームがあるじゃない組むじゃないダメなんだよそれじゃ <laughs> DI2 はそれじゃダメなのフレームがあるじゃないパーツがあるじゃないまずは DI2 のパーツを全部配線つないでそれからパソコンにつないで ファームウェアのアップデートとか動作確認とかを全部やってそれから組み立てに入るんだよ。<laughs> だからそれをやらないといけなくてであのうちはあの組み立て工程を全部あの見学していくのも OK ですよって言ってるんでどのくらいだろう半分ぐらいのお客さんは見ていくのかなあの最初から最後までねフレームの状態から全部組み立てるとかもしくはあの コンプを全部入れ替えるっていう人もいるんだけどその中全部の工程を見ていくっていうお客さんがまあまあいてそうするとお客さんがえここはこうやるのとか言い出す時があってこっちもハッとかさせられる時があるわけですよそうするとあの DI2 で組,あの組んでっていうお客さんが来た時に、えー、パーツをこう 並べてまずは配線をバシ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 つないでいく私を見てお客さんが <laughs>「何やってんの?」ってなあの「組んでからでいいんじゃないの?」って言うんだけどあの組んでからだとあのまずいわけあの全部こう丸々組んじゃうと今はですね外をこう配線を引き回すっていうのがほとんどなくって、えー、みんな内臓ばっかりなんですよ。となると。 うんまあ、一番極端な例で言うと、えー、あれですね、えー、ジャンクション B かジャンクション B って BB あたりの中にこう入っちゃうわけじゃないで BB をジュッとか入れちゃうとうんジャンクション B だけをパソコンにつなげってぐらいでてもう困るわけだよ。<laughs> また BB 抜いて中のこう引きずり出してこれもいでそれで繋ぐのかみたいなことになっちゃって厄介なことになっちゃうわけだよねだもんだからさままずはまずは全部つないでそれでパソコンに繋いでで繋いだついでに、えー、全部の確認をやっちゃうでファームウェアのバージョンアップもやっちゃうでエラーチェックもやっちゃうみんなやっちゃって確認ができたところでこう組んでってやるのがグーですね グーなんですえー、だからそれをこ,こっちでご紹介してなかったんでえー、っと次はだから次は、えー、私のブログをブログじゃなかったあのー、ツイッターを見てる方は知ってると思うんですけど一時期流星号でこの 楕円ギアを私が使ってたんですよ楕円ギアってのもあのお客さんでこう試しててであのいいよって言うんでこう継続して使ってる人も何人もいるんで、うん、私も使った時ないってのも何かなと思ってで大昔にあのなんだっけシマノがバイオペースっていうのを出した時に私バイオペース使ってたんですけどまあ何がいいんだか分かんなくてそのまま、うん、なんかそれっきりになっちゃってたんですけどまあ何十年かぶりでこの。 楕円ギアを、ね、使ってみたんでですよでやっぱりこう、まま、回していくとこうペダリングの感じが違うのね。でこれも慣れもあるんだろうと思って、うん、流星号で毎日、えー、こ通勤のところを同じようにこう走って体を鳴ら,らさせようとしたんだけど慣れるも減ったくけもなくて <laughs> 私はこれ全然ダメでしたね。でうんあの まあ、ここのところ一生懸命トレーニングに励んでるんでこ,こうパワーメーターなんかもパワーメーターじゃないペダリングモニターなんかも導入してトレーニングに励んでるんで、えー、結構体ができたきたような感じがするのよそうするとねこれはあの46なのねで去年まで44だったんだけど44じゃちょっと足んないなってんで46に切り替えてで46に切り替えて楕円ギアやっぱりダメだなで深淵,にもの深淵の46に戻したんですけど やっぱり46じゃ足んな,くなってき足んないなって気になってきてあのでリアはトップが11なのねだから46の11で足んなくってでこれが元々その,アルテのある程のチェーンホイールについてたあのチェーンリングなんですけどこれは52かな52つけようかいや52じゃでかすぎだよねとか思ってたところにウルフトゥースが。 これに対応する50とかっての売ってるんだよね <laughs>。ちょっとそそるなぁとか思ってるあの乙女心ならぬおっさん心 <laughs> なのですよ。だこれこれが最近の流星号ネタね。であのペダリングモニターどうよっていうと、えー、ペダリングモニターだからさこれペダリング が見えるわけじゃで可視化これ発売された時にね試乗みたいのは私はやらせてもらったんだけど継続して使うっていうのは今回初めてこうやってるのねでそれでどうなのかっていうとえっとペダリングがまあ割と自分がう,う,うまいっていうのが分かっただけで改善のしようがないじゃない困ったなとか思って。 困っったなと思ってんのよで FTP とかを測定するモードとかがあって測定したらねいくわけですよそうすると「あれなかなかいいじゃん」とかってでなんか思いっきりバーッとかぶっ,ぶっ飛ばすとあの結構 700W とか出るから「あれもしかしたらこいつ天才なのかも」と思ったら全然違うねあのプロって1000普通なんだね。 瞬間的に出るのが「はあ」みたいな、うん、で今更そんなことを知りました <laughs> まあ何事も自分でやんないとさあの当事者になんないとやっぱり人間っていうのはピンと来ないよね、うん。ネット上になんかこう情報がわーっと溢れてる時代でも自分でやってみるのとやってみないんじゃやっぱり感じ方が全く違うなというのが。 わかかりましただから自分でやってみるそうするとああこうなんだなああなんだなっていうのがこう見えてきてまあと,とにかく皆さんも自分でやってみましょうあのなんかねいろいろし今だとネットで無限にって言っていいぐらいに情報が調べられるじゃないで調べることばっかり夢中になっちゃっててそれに時間取られるっていうのはもったいないよ。あのある程度これいけるかなと思ったらもうわっと行っちゃった方があの。 いいいと思いますあの。お金がどうのこうのじゃなくて時間がもったんやいないとにかく時間がた足んなくなっちゃうよ調べてると。だかからととにににくあの行動に移すすことを、えー、皆さんにおすすめしますでこれを買った時にねキャンペーンでこの心拍計なんかもついてきたのねでこ,これとあのなんだリアハブに巻く、えっと、スピードのセンサーとかこうついてたんだけど。 こっちをつけてたらね、なんかこ,こ,れ、まあ、こ,これとこれリンクしてるんだけどもな,なかなかこの心拍系が調子いいんですよ。これはこう腕に巻くやつなんだけどで、これの前は私はあのキャットアイのこの胸に巻くやつをつけてたんですけどねで、キャットアイのが何が困るかっていうと不安定なんだよね。動いたり動かなかったり。であれ動かねえな動かねえなと思ってじゃあ電池変えるかとかやってんだけどこのやつはさ 電池を変える必要がないんだよあのこの心拍計はねこうこういうんでこれで USB で充電できんの便利じゃないそれに対してキャットアインのはさボタン電池変えろっていうふうに出てくるんだよね。なんかさ なえるよ、動作は不安定だわ、あのー、電池は変えななきゃいけないけわで電池が消耗してるかどうかもよく分かんないから一回開けて、あのー、電池のチェッカーがあるんだけどチェッカーで測ってみたいなことやっててさあれなんだよ電池あんのに動かねえじゃんみたいなことになっててでこういうのお客さんたちと話してるといろんなお客さんがさキャットアイの心拍のあれセンサー不安定だだよよねってみんんななな言うん,だよな <laughs> なんかこいつとしてはさ日本メーカーをなんとか応援したいのにさ ちょっっと頑張ってください,よお願いしますよでこれはねまあまあどう,どういう理屈か知んないんだけどこ,これはこ,ここに電源スイッチがあってこうつくわけですよついてさ何か知んないけど裏がチカ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 光ってんだよねこれ何なんだろう何がどうなってんのこれ何がどうなってんだか知んないけどあのうんななんかお面白いあの オンオフがちゃんとできてオンオフでこう今どうなってますよっていうのがあのお知らせしてくれるだけでもあ,のありがたいねでキャットアイは何が何だか分かんない <laughs>、うん、応援はしたいです応援したいですから頑張ってくださいえー、っとで前にもお話ししたこのキャットアイのライトですけども 今私どうやって運用してるかっていうとねやっぱりこれ廃校がおかしいと思うこれをまっとうに前方のそこそこの距離のところを照らそうとすると上の方までひる広がっちゃってこう対抗してる人たちにあの無駄に光がいっちゃってるね。今私どううしててるかっていうと あの一回こう段ボール紙でここにこうひさしみたいにこうつけてみてやってみたらなかなか良好なんでそれをつけてんだよだ例えばこ,こうあるじゃないこうあってこうひさしみたいのをつけてこうやってやると見えなくなるんだちょっと実際照らしてみようかこうこうあるとめっちゃ眩しいじゃん。でこうひさしみたいになんかやってそれでこ,こうやってやってやると、えー、前から来る人が眩しくなくてでなおかつ前を照らせるっていうふうに。 こうできるわけだよね、うん、だけどななんかこ,こんなふうな加工をしなきゃいけ,いけないっていうのもいかがなものかとあの初めからそういういにしててよと思ってんですよでここに両面テープ貼ってこうであ厚紙みたいのやってそれで運用してんだけどまあそんなふうにやってるから当然折れたりして壊れちゃうんだよね。でま,またつけてみたいなことやっててさなん,か、うん、なんかなんかか情けない <laughs>。 情けないもうちょっとなんか買ったらパッと使えるようにしてほしいですよ。メーカーの皆さんよろしくお願いしますよ。でだあのこれねこのタイ,タイヤウィズっていうタイヤの空気圧をリアルタイムで測るやつを こう使ってて、えー、っとで,す、ね、なんで私がこれにビビビビッときたかっていうとですねうんとあの今までだとど,どうしてるかっていうとまあ皆さんやってるのはこうポンプにあるメーターを大抵の人はこう使ってるんじゃないのかなでなんだろうなポンプにこう表示される値が正しいという認識のもとに ことを進めてると思うんですよつん,んだろうな,な何かを計測するっていうのはですね、えー、メーターを見ればそれで正しいと思い込むのっていうのはこれは実は、えー、非常に危険っていうとおかしいかうーんと、ね、原理的におかしいのねメーターの部分にある圧がかかっててで知りたいのはタイヤの中の圧なんだよねこの中の圧なんだよ。 この中の圧が知りたいのに、えー、こ,うこうバルブがあってさこの中が知りたいのにバルブがあってそホースがあってその先の空気でのメーターのところの圧ってさそのメーターのところの圧とこの中の圧がなんできっかり同じだと思い込むんだってことになるんだよ。だだから違違違うの違ううんよのけど えーっとメーターの方としてはおそらくあの低めに表示をしてるんだよなこっちであポンプでこうグッグッグッてやったやつがこうポンプでグイグッてやってるところの圧よりもこっちが高くなることはないんだよ。グッグッてやった圧がこっちにあの圧力が伝わってこの中の圧がこう高まるわけじゃん。だからこの中の中圧を知りたいんだけど ポンプの方が圧力が若干高いんだけどだけどメーターは若干低めに表示することによってここの中の圧と同等に同じこ,ここの真実の圧力に相当するものをメーターで表示するように努力してると思うんだよ。一方でこれっていうのはさこの中の圧とここの部分の圧って同じなんだよ。<laughs> このセンサーにまんまんん圧がかかってるんだよなとなるとさあの自転車界初なんだよこ,こんなこういうあの真実により近くなった何、えー、て言うんだろうなあのセンシングをやってくれるデバイスってのはおそらくこれが初でちょっと私はこれに注目をしています。 で将来的にはこう,こういうのがもう一般化すればいいなと思ってるのよ。今はあのなんだ数が売れてないから値段が高いんだけどもあのこれがもっとぐっと値段が安くなればねおそらくレースなんかでも、うん、私はレギュレーションでこれをつけなきゃダメっていうことになると思うのよ。でなんでかっていうと,、えー、とこれをつけていればあのスローパンクだってこう気付くわけじゃないあの普通に 圧がこう減っていくのよりも極端にクーッと減っていってるっていうところであのセンサーがもうこれ今スローパンクしてますってビビビビビビビッとかあのアラームを鳴らしてくれればさススローーパンクに気づくんだよレース中とかでもあとはさあの普通にこうなんだなんか踏んで圧がシューッとか抜けていくんでもあのレース中なんかだとさ頭の中がカーッと起きちゃってるからそっちに頭が回らなかったりとかするけれど。 えー、センサーがそれに気が付いて、えー、空気抜けたってんでピーッとか鳴らしてくれればさ一瞬でも早くく気づくことができるるんだよレース中にに一瞬早くパンクに気づけるこれはね安全管理上は非常に有益だと思うんですけどね。えレース中にパンクした時がある人だったらこの気持ちはあの分かると思う特に前輪。前輪ってさ あのコントロール失った時のあの恐怖ったらないよあの後輪だとまだこうハンドルも効くし前輪のブレーキはかけられるもんだからコントロールできるんだよところが前輪やられちゃうとコントロールが効きませんめっちゃやばいんだよだ前輪がパンクするっていうあの恐怖それを考えるとこういうんでセンシングしてくれてで異常があったらもう何らかの警報を鳴らしてくれるっていうのはそう,そういう仕組みができれば それは非常に有益だと思うんだよねだからテクノロジーでことが解決できる近年稀に見るパーツだと私は思いますあの普及してくれればね普及してくれればこれは面白いと思うで今のところですねあの今のところ発見したことをちょっとあのご紹介しましょうまずは空気を入れるところの映像をご覧ください センサーが起動してない状態ですとこのようにインジケーターも何もついていませんそれでですねこれちょいと動かしてやるとこう動きますインジケーターがつきますんでこの状態で、えー、ポンポン普通に空気を入れる手順で これで準備おけるですね、えー。それではアプリを立ち上げます。コネクトでこいつをやると来るかな。来ましたね。えっ、ー、と今こいつけてるのがですねラテックスのやつなんでもうほとんどゼロになってます。でここから上げていきますね。 まあこんな感じですごいだろうあのポンプのメーターの上がり方とこのタイヤウィズの計測値がほぼ,ほぼ一緒ほぼ一緒うんだからポンプが優秀と言っていいのかなこれはポンプの方が優秀なのかもしれないなかなかあのいい具合に えー、両方のこう値が上が上ってきま,す、ね、まあい一方はデジタルなんだけどさ、うんうん、なかなかすごい。でさあのこれはえー、っとねい一方こうメルクスのこのチューブラーに私はつけててでもう一方はですねあの通勤用の流星号にこうつけてるんですよ。で流星号の方はねあのクリンチャーなんだけども、えー、チューブが。 ANA のルエアーを使ってます。えっ、ー、とね、三二十三 c から二十八 c 用っていうチューブを使ってるのよ。で、あのあ,あいうんでもさ、少しずつ空気が抜けてくるじゃない。どのくらい抜けるかっていうと、一日一 psi 抜けていきます。<laughs> あの毎日毎日一 psi あの百とか入れるじゃない。百入れて次の日の朝。 99になって次の日の朝98になってっていう <laughs> 1ぐらい起こっていくねじわーっとあとはサドルにでッてまたがるじゃんうっとまたがるとから圧が上が上るあとはさ今あの部屋の中が暖かくて外が寒かったりするじゃない外さあの気温差が1 0ぐらいあるとえー 室内にあった自転車を寒い外に出てそれで走ると23分後に 2PSI ぐらい下がる <laughs>。というのがこいつをつけているとリアルタイムで測ってくれるんでそういういい細かいところまで気づくよ、うん、あとはさあのなんだクリンチャーだと10日間ぐらい毎日通勤で使ってたりすると10日間ぐらい 空気入れなかったりするわけじゃない。で、都会入れないと10 psi 下がるってことだよ <laughs>。でも私らはさ10 psi 下がっても液で乗っちゃってるってことだよな。で、あのこれをつけてるとそういうのにいち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 敏感になるよ。うん、だからあのタイヤって圧によってこのなんだ性能が変わるというかなんというか。 うん、だからそういうのを真に信じたかったらこれは非常に有益に使える。で、えっと、これは何だっけ何とかっていう電波の認証を取んなきゃ何とかっていうのこうあるんだけど私はそんなの無視しちゃってるのね。で無視しちゃっててで割と最近発表されたのでは、えっと、今度から OK にしますとかみたいなことをなんかあやふやに言ってる役所の言ってることっていうのはね明確に言わないで。 あの自分の裁量で何とかしようみたいなあの文句つけられるようにしとこうぜみたいな気概のところがあってさで私はそういうのどうしてるかっていうとガン無視しちゃってるわけでガン無視してどうなるのかっていうと「オラ!」とかって文句つけに来るかっつったら来ないよ。なんでかっていうとやぶビになるから <laughs> こいつのところに来るとやぶビになるから文句につけに来たのをまんまそのまま逆手にとってなんか「オラ!」とかやり返すんで私のところには少なくとも来ません。 であのねこ,これで電波法だかなんだかで許可がどうのこうのって言ってるのもあれは外国人が OK とかなんかえらいの知れないこと言ってんだよ <laughs> あの皆さんで全員で無視しようそうするとあのなし崩し的になんかグズグズになっていくからあのねそういう役人のやらかしてるさ無駄なあの税金の二重取りみたいなことにはさみんなであの。 無しぶっこいてやろうよ <laughs> 知るかなんなもんさてじゃあ次次行こうか次はだなそうだよこれ,これのスルーアクセルのこのこうこうず,ずれちゃう問題どうしたかっていうとさ前はスルーアクセルになんか、えー、缶ビールの間のあの こう切り裂いたのをペタッと貼ってみたいなことやってたけどあれもねうまくいったりいけなかったりとかするんでどうしたかっていうとね私はねここのねあのパーツ買ったんだえっとここのシャフト部分をベッド買ってでここのねあのフレームと当たる部分の面になんかこういろいろ。 この金の子がいいかな金のでこうスリットをいっぱい入れて滑りにくい,にくいようなこうギザギザにここをしちゃってっていう加工をしてそれをつけるとずれないようにできるような気がするんでこれからやりますこれからやりますっていうか島野さん是非ともここはあの滑らないようなツルツルじゃなくてこうギザギザになってるようなでそこの部分だけ。 えと鉄,かな鉄じゃなくても線ですかなんかでっていうのをねぜひ作ってくださいそうじゃないともうなんかうん困る困りますあのあ後,後付けでこれだけで発売できるわけじゃんあのねぜひともお願いしますよ何、うん、でもかんでもあのスマホで表示っていう時代になっちゃいまして うんまあこのこれタイヤウィズもあのスマホに表示なんですけどねあれもこれもそれもみんなスマホでやってくれみたいなことになっちゃってるんでだってこのスマホだってど同時にいくつものこうあアプリを立ち上げてっていうのも困るじゃない表示できるのが1個しか表示してくれないからさでこっちのパイオニアのこれは。 うーん,なんだろうな1個あのこの1個で、えー、とペダリングのモニターとこ,こっちの心拍計の数字とうんあとはスピードと時間と、えー、気温等みたいのを一時に表示したりもするんだけどまあまあなんせ表示部分がこう小さいわけですよち。小さいから見えないなとかねいろいろあってさで <laughs> えっとうん何つうんだろう結局い使,い使いにくいよねあの、えー、と今どきのなんつうんだろうなあのトレンドとしてはな,なんかガーミンなり何な,なりパイオニアのこれなり一個だけこうつけてはい終わりっていうふうにしとくってのが。 トレンドって言いますかねあこ。これ以外になんかこうライトだのベルだのなんだかんだってこうついてっちゃってで、えー、カーナビ代わりにこのスマホをつけたりとかやってっちゃうともうハンドル周りがぐっちゃぐちゃになってっちゃって,てで私も流星号のハンドル周りは結構,結構こうぐちゃぐちゃなんだけど。 ぐぐちゃぐちゃゃってのはどういうことかっていうと自転車で出かけるときにこう,いうこういうのいっぱいベタ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 ってくっつけてでそれぞれにみんな電源を入れてであのなんだえっ、ー、とコネクトしてみたいなことを <laughs> やるわけじゃない w i f i でコネクトしましたあの Bluetooth でコネクトしましたみたいなことをずーっと繰り返してってやっていくからさもう嫌になっちゃうじゃん。だからと,っとととっ個で 一個で終わらしててよっていうかさなんか車なんかそんんななわけじゃん車なんかこうボンと座って、えーまあ、今だとキーレスでこうポンとする投げ時あとは、えー、ブレーキ踏んでボタンを押しらさ全部が起動するわけじゃんカーナビから何からさ全部が起動してくれるのに自転,車は <laughs> 自転車はいっぱいベタベタベタっとつけたものを一個一個起動してみたいなで今度自転車離れる時全部外してみたいな。 面倒くせえったらありゃしないよだから早くなんか統合されてほしいよねで、統合してくれるのは今のところ見込みがあるのは島野さんだけです <laughs> 島野さん頑張ってくださいお応援、応援、いろんな意味で私は応援してるつもりなんですけど <laughs> 頑張ってくださいね。他に日本メーカーもいろいろ頑張ってほしい今は日本メーカーがなんか元気がないみたいな風になってるけどさうーん、なんか元気がなくなる方にみんな頑張ってるよねあ、そうそうあのね。<laughs> なんかこれじゃダメだなって思うのはさ例えばさあの原発福島の原発事故はあったわけじゃないであってあれ廃炉してどうのこうのって言ってるけどさなんだ結局やらなきゃいけないんだからやるわけだよ。でやるにあたって「ああ不安だああ不安だ」安だしか皆さん言わないんだけどそれじゃダメでしょ。 それじゃダメなんだよ廃炉するって決まったらいかに効率よく廃炉するかいかにコストをやあの安く廃炉するかいかに安全に廃炉するかそういう廃炉の、えー、廃炉するにあたってのノウハウをゲットして将来的には海外にもそれを売りつけるぞっていうそっち,そっちでいかないとだからピンチをチャンスに切り替えなきゃいけないのにピンチだ「あどうしようどうしようどうしよう」ってこ,うこればっかりやってるっていうのは。 これがダメだと思うよね。マスコミもその不安を煽るばっかりでどうしましょうの方に行かないんであの所詮やらなきゃいけないんだよやらなきゃいけないんだったらやるにあたってどうなんだこれをチャンスに生かすかっていう方向に持ってかなきゃいけないのになんかなんか不安だねとかあ あのいけないねこんなことじゃとかね政府がとかこんなこと言ってるようじゃ駄目で廃炉だよし廃炉の,あのノウハウを獲得するぞでひ秘密は保護しろであの将来的にはそれを海外にうもう売れるようにしようとで廃炉のことに関しては、えー、日本に頼むしかないというような状況を作らなきゃいけないんだよ。 ねで廃炉はするんだから廃炉はするって決めたんだからでもさあの原発の事故ってさ廃,廃炉の前にじ事故が起こらないようにすべきだったよななんか非常電源二個並べておくとかさバカかよみたいなあのプラン A がダメだプラン B だぜっていう時にプラン A のと同じ案をプラン B に持ってくるような感じでさダメでしょプラン B は別案でなきゃいけないのに 非常電源装置2個並べるバカか <laughs> それ一発でアウトじゃんみたいななんでそんな管理をやってんのかなって思うんだけど多分あれは経済産業省かなんかのアホがそういうことやってんだろうなって私は想像してますけど <laughs> なんだかねあの困ったもんですねだからいずれにせよピンチになったらそれをチャンスに、えー、変えるようにするんだよ だからピンチが来たなと思ったらあチャンスだと思ってそれでチャンスに切り替えるにはどうすればいいのかをあの考えなきゃいけないだからあの皆さんそっちでいきましょうあの、ね、ピンチだからってあの不安を煽るだけでは何にもなりませんで不安を煽るだけのマスコミの言うことも聞かないでおきましょう。<laughs>